さんこんにちは、ケスタジオの加藤です。今日は僕がメインで使ってるドラムセットをご紹介したいと思います。はい、ではそのドラムセットはこちらです。ご覧ください。イエーイ。ということで、このドラムセットね、順番にね、どんなドラムセットを使ってるか説明していきたいと思うんですけれども、まずですね、バスドラム、タム、それからこっちの見えるかな、フロアタム、はい、この3つはヤマハの PHX シリーズを使ってます。メイプルとかカポールとかジャトバとか、あとアッシュが入ってるモデルと入ってないモデルがあるんですけど、僕のはね、アッシュも使ってるモデルを使ってます。このバスドラムですね、こちらね、本当はね、僕が購入するときに18インチのものにするかすごい悩んだんですけれども、正直ね、バスドラムって18インチでも結構大きな音ってなるんですよね。でも小さい音って大きいサイズになるとね、こう出しにくかったりするので、こうね、将来どんなジャンルを自分がやっていくかってね、まだまだ分からないところもあったので、どうしようかなってすごい悩んだんですけれども、このドラムセットを購入した当時、一番メインでねやってたバンドがロックバンドだったので、もうね、後悔したくない、もうそのバンドでね、やっぱり音量が足りないってなったらね、嫌だなと思って、このサイズをね購入してます。もう中には僕普通に毛布を入れて使ってます。はい、おじいちゃんからもらった毛布ですね、もう普通の毛布、中古それを入れて使ってますけれども、音に関しては他にね、僕がこの実際にドラムセットを使って叩いてる動画なんかを、この動画の解説欄の方にリンク貼っておきますので、そちらでね、ゆっくり聞いていただけるともっと分かりやすいかなと思うんですけど、めちゃくちゃいいんですよね。アッシュがね、多分いい効果を発揮してるんじゃないかなと思うんですけれども、太いんだけど締まりのあるいい音がします。まあ、このバスドラム以外のタムタムとかこっちのフロアタムとかも同じ作りですね。今日はいわゆるこの3点セットっていうんですかね、このタムが1個しかない状態、もう普段ね、僕こっちの方が好きなんですよ。このセットが一番好きなので、今日は一番よく使う形でこのセット持ってきてますけれども、このタムよりもワンサイズ小さいタムがありますので、こっちをね、ロータムの方に持ってきて、もう一個そのちっちゃいタムをくっつけて、普通にね、2タム1フロアでね演奏するなんていうこともあります。はい、でもとにかくこの PHX シリーズ高かったです。めちゃくちゃ高かった。このバスドラムだけでね、37万円だっけな、確か。このバスドラム1個でドラムセット1台揃えますもんね、普通のシリーズだったらはい、で、まあ、こっちのこのタムタムとかフロアタム、この3つを合わせてね、70万円越してます。はい、で、今日は持ってきてないけど、もう1個あるタムタムをくっつけて2タム1フロアにしたら、それだけで90万いってますね。はい、めちゃくちゃ高い。はい、そんな感じです。で、あと、スネア、このスネアも、別の動画で紹介してますので、見ていただくとね、もっと細かく分かりやすいかなと思いますけれども、こちらですね、こうした方がいいかな、パールのオリーブトリーシリーズですね。はい、こちら使ってます。まあ、3つあるサイズの中で真ん中のサイズ、一番標準的なサイズを購入したかなっていう感じなんですけども、どうやらこのオリーブトリーのスネアはね、今ね、もう製造中止になってるみたいです。はい、で、あとこの PHX シリーズも、なんかこの動画を撮る前にホームページちょっと見てみたら、ちょっと今製造中止というか製造が止まってるみたいなことが書いてありました。はい、まだね、これすごいいいドラムなんでね、作り続けてほしいなって思うんですけれども、まあそんな感じですね。で、あとこれですね、このシンバル、まああとはこのハイハットも含めて、ハイハットとクラッシュ2枚は小出シンバルを使ってます。もともとパイステが結構好きだったんですけど、パイステのイメージって僕の中ではこうちょっとね、明るい音のシンバルが多いかなっていうイメージなんですけど、小出シンバルに似てるんですよね。どちらかというと明るい音です。はい、もうちょっとね、この太鼓関係で太い音出したかったので、シンバルはちょっと明るい音でね、メリハリをつけたいなと思ったので、この小出シンバルを使っております。ライドシンバルも小出シンバルで実は同じシリーズでね、揃えてあるんですけれども、今日はですね、これパールの CX600、 これも絶版、製造中止になってるんじゃないかな。はい、で、なんでこのね、シンバル持ってきたかと言いますと、これちょっとね、僕の中で思い入れの強いシンバルなので、ちょっと皆さんに紹介したいなと思って持ってきちゃったんですけど、これね、もらい物です。専門学校のね、卒業式の日に、まあ、卒業演奏会なんて名前でね、コンサートをやって締めくくるんですけれども、その時にね、まあ
普通はですね、こう卒業おめでとうって言って客席からこう花束を皆さん持ってきてくださったりとかしてね、そうなんです、その花束が多ければ多いほど人気者アピールと言いますか、なんかね、そんな光景がこう専門学校時代繰り広げられてたんですけども、僕の卒業式の時ですね、僕のドラムの先生がこのシンバルを持ってきてくれたんですよね。うん、なんかこう後を継げじゃないんだけど、こう今まで先生が愛用してたシンバルをお前にやるからこれから頑張れよっていう意味だと思うんですよ。はい。で、製造中止でもう手に入らないシンバルですし、まあね、大事にしていこうと思って、で使ってみるじゃないですか。そうするとね、これめちゃくちゃ評判いいんですよ。マイクを通すとね、音が変わるなんてね、よく言いますけれども、このシンバルもね、そのマイクを通すと評判がいいと言いますか、なんかね、ライブハウスの PA さんとかレコーディングの時のエンジニアさんとか皆さんね、いいシンバルだねって言ってくれるんですよね。せっかくだからね、こう小入れで一式揃えてあるんですけど、ライドは未だにこっちを使うことの方が多いです。たまにちょっとね、気分を変えて小出シンバルのライドを使ったりとかすることもありますという感じですね。はい。で、普段はこのシンプルなセットでやってるので今日持ってきてないですけれども、あとはね、こうスプラッシュシンバル、ちっちゃいスプラッシュシンバルが、まあ、小出だったりやっぱりパイステだったりで、あとチャイナシンバルですね、パイステのね、チャイナシンバルも1枚持ってたりするんですけれども、まあとりあえずシンバルはですね、この4枚という形になりますね。はい。で、まあ、先ほどお話したんですけれども、まあ太鼓だけでもうこれすでにスネアも入れたらだから90万ぐらいしてるのかな、全部で、まあ、シンバル全部足して、それからこのスタンドですよね、ハードウェア関係、スタンド関係も全部購入したので、もうね、記憶が定かじゃないんだよな、買ったの何年前だっけな、うんなんだかんだ言って購入してもう7年とか8年とか経つのかな、うん、ちょっと後で調べてみますはい。まあだいぶ前にね、買ってるんですけれども、ね、どのくらい値引きしていただいたかもちょっとよく覚えてないんですけれども、全部で支払いがね、120万ぐらい超えてたんですよね、だいたい。今使ってるこのドラム椅子、ドラムスローンと、あとペダル、それからハードケースですね、もう大事にしたかったのでハードケースも一式買ったんですよ。全部入れたらね、多分150万とか超えてんじゃないかな、余裕でそんな感じです。一生ものだと思って買ってみたっていうところが正直な感想なんですよね。中途半端なもの買って後悔しないように思い切ったんですけど、しかし高かったですねはい、そんな感じですよ。うん、でもね、これは個人的な勝手に僕が思ってるだけなんですけれども、高級品って裏切らないっていうイメージがあるんですよね、特にそのドラムだと。うん、なんかこう安くてもね、例えば3万円のスネアなんだけど当たり外れがあって、当たりを引くと3万円で買ったのに、なんかもう5万円とか6万円のスネアに負けないようないい音がするとか、そういったものってやっぱしあるので、掘り出し物っていうんですかね、そういうのもあるから、安いものが必ず悪いよってわけではないんですけども、まああと、音の好みとかもありますから、高いものを買えばね、誰が聞いても一番いい音ってわけではないんですけれども、僕の中でやっぱし高級品って裏切ることが少ないってイメージがすごくあるので、例えば20万円するスネアを買ったのに、なんか3万円のスネアより悪い音がするってことはないぞみたいなね、そういう思いがあったので、もうちょっと一生使っていくドラムセットっていうのを一つね、購入しようって思った時にちょっと出し惜しみせずにね、思い切っちゃいましたっていう、それだけの話なんですけども、買った時に一生ものと思って買ったんですけれども、例えば今から10年後とかにドラム作ってるね、方々の技術がね、すごい進化していって、もうこのドラムセットじゃ全然通用しないっていうぐらいすごいいいドラムがね、たくさん世の中に出てきたら、僕はへこむわけですよね、もう一生使うつもりで買ったのに一生使えなくなっちゃいますから、そしたら。でもドラマーとしてはこのドラムじゃもう手も足も出ないぞってぐらいいいドラムがたくさん出てきたら、やっぱし嬉しいわけで、微妙ですよねなんかね、不思議な気持ちになっちゃうじゃないですけどね、なんかそんな感じなんですけども、まあとりあえず購入して以来僕はこのドラムセットで、まあ、評判もいいですし、すごく、うん、いい音しますねって言われるとすごい嬉しいんで、気持ちよく叩けますから、まあ、僕はねこのセットを今愛用して使ってます。はい。ただまあこれでもまだね、僕の中で完成実はしてなくて、一生ものだと思って買ってるんですけど、まだちょっと他に
買い替えたいなっていうか、もっといい音するものを探してる箇所があったりするので、はい、またねそういったものを、購入した時にはね動画で紹介していきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。